する賢つ。教えてくれる賢つ先生は脳神経外科の第一人者、大井静雄教授。脳梗塞になる前兆がないかチェックするには、それは手の動きでチェックできます。一体どうするのでしょうか。脳梗塞の前兆は発症した脳の位置によって違うので、3つの方法でチェックしましょう。1つ目は手のひらを上にして両腕を出します。指を開き目を閉じ10秒数えます。そして目を開けて腕を確認。どちらの腕も前の位置から落ちていない場合大丈夫。逆にこのように指が曲がりながら腕が落ちていく場合はチェック。脳梗塞の前兆が現れている可能性があります。2つ目は両手を前に出しボールをつかむイメージで左右一緒に両手を動かします。早く動かしてもずれることなくスムーズな場合大丈夫。逆に両手の動きがバラバラな場合はチェック。脳梗塞の前兆が現れている可能性があります。3つ目は協力者が前に立ち指を1本立てます。相手の指と自分の鼻に触れる動作を繰り返します。早くなっても触ることができる場合大丈夫。逆に指にうまく触れることができないと感じたらチェック。脳梗塞の前兆が現れている可能性があります。この3つの方法が脳梗塞の前兆をチェックする賢つでした。